僕から行きます。いいよ。はい。私の体に C4 つけてくださいよ。あれと、これさ、行ってきますよ。リーチキー、まだか、まだ、おーせースタさんのがまた新たに来てもらいそう。あれだったな、終わらせてあげればよかった。ストーリーをごめん、こっち俺たちが弱すぎたばっかりに。意外とうまそうでしょ。乗れますか。あ、これなんか落ちるらしいです、多分。落ちますか。聞いてたんですけど、うん、ハリケーン軍団は道に嫌がらせ受けてるから全然同盟組めっかもな。ミッチやだから、そのメインウィングは多分無理で、暴走するサイボーグみたいなもんやから、多分マナガルも無理。彼はちょっともう止まんなくなっちゃった。そうですね、彼はね、ほんと助けてって言ってるよ。誰かちょっと着地させてくれって言ってるから。あいつ残白刀より今切れ味あるって、もう全て失ってでもいいから。もう一個いるのか。何か大きなことやろうとしてる。爆弾だよあれ。うわ、そうな。ここにいるってだけで喧嘩売られたぞ。召喚用意した。あらあいつの振り上げた拳を下ろす場所はないのか。あ、これでもあれか。今自分の後頭部を殴ろうとしてる、その振り上げた拳で。自分の後頭部をぶん殴りかけてるから、はい、誰かが止めてくれできないやつは。そうだね。よし、ケタルちょっと一回運ぶわ。チームとして救ってやろう、あいつのこと。そうだね。本当に止まるのかな。ほい。昨日だってでかいケタルで、はい、空中からただ移動してる人に向かってロケットランチャー撃って多分起きますよね、そのうち。悪魔だよね。僕上に恐竜も撃たれてる。ケン君一回止めて、一回止めて。あ、あ、でも何、エセキットの会合があるんだよね。関君と、そう、関君との介護の時間が。関さーん。関さーん。お疲れ様。あ、手伝いましょうか。えへへ。スタ同盟の会議を始めようか。ちょっと一度会議を始めましょうかね。現状といたしましては、まあやっぱり道が暴れていると、うん、もう見る人見る人を殺しにかかってるみたいな状況ではありますね。こちらからは5名の戦力を、いや6名かな、6名出せる。なるほどなるほどなるほど。合計11人、そっち5人なら。なるほどなるほどなるほど。戦力的にはもう探索も手分けて出せるだ。なるほどなるほど。サバがうんこした？じゃあで今うんこしちゃった。よし、僕らみんなでちょっとじゃあ準備一回、じゃあそこ集合ってことで、ま、準備ははい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 、こちらの拠点拠なんで少々お待ちください。了解です。じゃあまた。はい、ということでまた僕ん家で集合でお願いします。じゃあケツァル以外にしたらね、持って帰った方が良さそうやな。バイバンで。え、この太鼓の捨ててる恐竜って誰の恐竜ですか。おー、あかり聞いててくれ、行くぞ。おー、いいね。これ新軍局で行きましょう。あー、いいね。アカリンもこれに負けない技量をつけないといけないんだよ。アカリンもなんか太鼓大好きなんだよ。だからアカリン用のさ、ケツァル見つけてさ、そのケツァルにもさ、太鼓乗せて今度デュエットしよう。あれ、え、またな、お心臓になんか刺さってんだけど。アリケン、なんでお前刺され、なんで、誰にスナイプされた。おお、敵がいるぞ、敵が。え、スタミさん、動け動け、動いた方がいい。なんでだよ。入れー、車線に入ってる。いいぞ、あかり。あかり、あかり、連打が足りてないよ。あかり、連打が足りてない。入れ入れ。あいつのビートやべえ。俺よりいいビート流しやがる。心がこもってるだろう。うちのドラム担当、熱いんだよ。やばい。うわー、おあかりの太鼓のおかげで起き上がれたわ。ありがとう、あかり。あかり、ありがとう。セッションしようぜ、セッション。あ、しましょう、練習しますか。じゃあ僕から行きます。いいよ。はい。
てん。これこれはねー、ちょっと甲を突きがたい。いやでもね、勢いだったり連打力がね、アリケン君の方があったかなってのは感じるね。俺はフィジカルが強いな。あるね、アリケン君はちょっと力感じたね。あかりんちょっとさ、やっぱりその技量がゼロだからさ、ちょっとリズム取ってやってみてよ。太鼓っぽいリズムをさ、取ってほしいんだよね。やけくそじゃねえかよ、最後。最後、やけくそじゃねえかよ。三三拍子。三三七じゃなくて、三三千ぐらいなかった、今。はい、じゃあ降りるよ、降りるよ。上がります。死のも持ってねえ。やべえ、おい、誰かに落とされた、俺。僕らでロケットランチャー、ののしあげましょうか。あ、いやいやいや。SMC で。あ、いいっすか、いいっすか。お願いしていいっすか。エロケランダ開けるんすね。どんどこどんどこどんどこどん。え、開けて開けて。太鼓うるせえ。応援して応援して。太鼓うるせえ。太鼓うるせえ。やばっ。てか早っ早っ。いけいけいけ。やばい、やばい、まずいぞ。やばい、サリガリ、サリガリ、やべえ。やばいやばいやばい。おい、これ恐竜前にしたら一緒に行くんで。行っていいですか、じゃあ行きますね。オッケー。あ、紹介はまずい、まずい、まずい、それはまずい、それはまずい、それはまずい、まずい。遠くからチクチクするぞ。するしかない、するしかない。死んだくね、正味ちょっとで死んだぞ。おい、こらやべー、危ない、危ない、危ない。ケンキが死んだ、やばい、死ねー、逃げろ逃げろ逃げろ。なんか言ってた、死にたくない。これさ、中で巨大恐竜は出てるわけじゃん。俺たち全員でさ、人間で入ってさ、中まで入ってみんなで恐竜で桃で出さん。全然来てください。だからそれしかない。絶対に殺して自分のポケモンにします。これこれこれはポケモン悪役すぎる、悪役すぎだろ。人間 C4 じゃね、 C4 持ってる人が、あの、特攻していく。私の体に C4 つけてくださいよ。これさ、これさ、行ってきますよ。これ俺今からみんなにこれ設置してスイッチ押さなあかんってことやな。そうだよ、天気。まずリツキン TV から行くから。リツキン TV 見に行くから。うわ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 。リツキン行け、リツキン行け。リツキンの顔する。リツキン、まだか、まだ押せー。早く、リツキン、面白すぎ、待って、ありがとう。次は俺に行く、貼ってくれ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 、押せー、押してくれー。これ食らってる、これ食ら、これ食らってるのか。めちゃくちゃピークは見れたから、シーフォーそうだね、面白かったね。あら、なんだこの会話。おいおいおい、負け認めんのかよ。終わりでいいじゃん。くっそくっそ、勝てんかったな俺、これ勝てないのかよ。勝てんかった、まだ無理よ。みっちーさん乾杯です。俺たちの損害っていうのはほぼなくて、ぶっちゃけお得な作戦であったんだよね。俺たちは経験値を詰めたから、ほぼノーコストで。お父様のスタさんの通算敗北数がまた新たに来てました。スタミナはね、絶対に勝てない男なんですよ。なるほど、なるほど。メンツにいつもトロちゃんがいるからさ、トロちゃんも毎回負けてる。まさかその2人一緒ってこと。トロちゃんもやし、今俺もいる。そうだな、そうだな、わかるよわかるよ。
一品さん、ここに入れとくね。土台とか。ありがとうございます。金庫がないから、あれやけど。なんすか、金庫がない。あ、金庫ね、うん、いやいやいや、リツキ、リツキさんがあるよ。いや、リツキさんがある。いや、ちょっとやめてよ。いや、何言ってんだろうと思って。いや、リツキさんがある、今のは。ちなみに、全然金庫って聞こえたけどね。俺、全然金庫って言ってたもん。俺は金庫って聞こえた。いや、まあ、こうやってね。いや、けど文脈で分かるやん。になっていくんや。文脈で分かるやん。何でもいいっす。あります。何でもいいのか。はい。チラコ。チラコレオ。何が起きてんの、コメント、これ。干されねえよ。なんでみちく干されそうやってた。落ち着けよ。干されるはずないやろ。いいじゃないか、別に関さんが好きなのもさ。君たちのさ、主人公は関さんなんだろ。でも君たちもさ、好きな漫画あったりアニメがあるじゃないか。その主人公はさ、一回どっかで挫折しないか、失敗しないか。その物語を見るのが君たちの役目だろ。お前、その作者にさ、あの役は強すぎるので、もう書かないでくださいって言うのか。ちげえだろ。主人公を信じて見るんだろ、その漫画を、お前は。バカが。ということは、スター負けようとしてんねん。ちげえよ。関さんのリスナーは関さんが主人公だけど、俺のリスナーは俺が主人公なんだよ。単純にそれだけじゃん。そうか、あれ？それは違ったらしい。うちには味方がいないかな？そう思ってるリスナーさんがいなかったみたいかな？トロちゃんファンとリスキンファン増えてね？毎回なんか一緒に絡むたびに、その女の子の株がクソほど上がって、俺のリスナーが女の子にも流れてくんだよな。まあでも、道行くは何も悪いことをしてないし、俺はサーバーとしてはプラスだと思うから、これがまあ俺の意見です。単純に。道行くんの話が多分しばらく続くと思いますが、道行くんの話は道行くんの配信でしてあげて、みんちの思いっていうのは道行くに伝えてあげて。ここで論争しない。外予告まで来てる。え？嘘だろ。冗談だと言ってくれ。頼むから。意思拠点に向かうそうですって書いとくよ。うん。おい、やめろ、おい、やってんだから。ふざけんな。ちょっとぶっちゃけ乾杯でした、みちさん。俺負けると思ってました。だからさすがにな、負けた後も武士取られないように全部捨てたんすよ。だから俺今逆にスカンピンなんだ。そうっすよ。しまたね。強かった、マジで。あざすあざす。頑張ったな。彼なりのストーリーがあったんだな。あれだったな。終わらせてあげればよかった。ストーリーを。勝っちゃったのはちょっと、いや、わかるよ。言いたいことマジわかるわ。多分勝っちゃったなんだろうな。ごめん、こっち俺たちが弱すぎたばっかりに。勝ったことによって不幸にさせてしまった。成仏できなかったな。なんか、いや、なんか誰かが幸福になる戦争であってくれよ。全員が不幸になる戦争じゃねえか。せめて勝者はさ、のけぞってくれ。勝者が一番お通夜でどうすんだ、みっち。やり抜け。ハリケン君もケツァル取られるし、関は戦争に負けて冷えるでしょ。みっちー君は着地できなくて方向攻め失って萎えるでしょ。アリケン君は何も関係ないのに人を鼓舞するために太鼓を叩いて現地まで人を運び、水が足りねえと叫んでる人がいるから近くの川でケチャルで水分をみんなに供給してたのに、最後の最後テクケチャル取られて一番被害を被ったのが、本当に何も関係なくエンタメを盛り上げようとしてた。かわいそうすぎた。
なんだよそれ。なんだこれ。さあ見なきゃ。ちょっと冷えんな。星が綺麗だ。